皆さんどうもこんにちは、ケリアスです。今回も集まれ動物の森の方をやっていきたいと思います。ではやっていきます。月じゃねえ、あれ絹を射とる何度本日のメンション、あ、マールね、あ、マールね、最後にね、にぎやかになってきた、うん、今後の皆さんのことをより細かに案内状、今の関節テントからちゃんとした建物に建て替えさせていただきます。マジか、はーい、了解了解。てか絹酔いとったね。おい、よし、やろうぜ。ちょっと待って、なんか届いとる。ボードエアライズ。ああ、なるほど。綿抜きショッピング頼んだんだったっけ。おいおい。よし、何届いたんやろ。ちょっと待って、堂々。どれ？DAL の T シャツ。いらんかった。スニーカー買ったんだよね。ちょっと身につけて。この服には合わんわ。合わんような気した。でまた機会があった。てか広場にちょっと絹を置いとんで話しかけよう。おい、取る取る。いらっしゃいませ。あら、お客さんはこの島にお住まいの方かしら。うちは行商に来ました、キニオと言います。マメちゃんやつぶちゃん、たぬきちさんとは昔からの知り合いなんよ。今回そのご縁もあってこうしてフィックススター島に服やなんかを売りに来させてもろてます。ゆくゆくはこの島にお店を出したらええなとも思っとるんですけど、まずはお客さんを作らんことにはね。不定期ではありますけど週に何度か寄らせてもらいますんで、今後ともよろしくお願いしますね。せっかくやしよかったら今日の商品見てってもらえませんか。あ、じゃあ見ましょう。おおきに、ほな今日の商品はこちらになります。あれやね、やっぱりなんかちょっと関西バジルの声っていうか話し方か。これこれかわいい、電動カップ買いましょう。はい、どうぞ。おきに、ほか、うん、これしか欲しいもんないかね。いかがでしたか。毎回なるべく違う商品を持ってくるつもりやし、また来てちょうだいね。秋内に来る日は朝一番から来て夜も10時頃までは頑張るつもりなんで、今後ともごひいきに。おい、ちょっとたぬきちのここの店がちょっと10時に終わるんで早い行こう。欲しいもんねえな。何、ネイルのやつあるし、家具とかね、別に作ったらまあいい話やから欲しいのは別にないんだけど、柄入りビニール傘、赤いアネモネ、ん、全部持っとる感じ、全部持っとるね。欲しいのはねえな別に。うん、ねえわ。あ、ちょっと待って、壁紙見忘れた。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと待って。別になかったの、欲しいの。よし、じゃあ案内所行こう。案内所行ってお金とかも預けようかな。よし、あ、これちょっと待って、割るかな。あ、待って、あった、スコップ、よかった。よいしょ。出るか、
っしゃ、出たお金い。結構これお金貯まるかも、嬉しいよね。オッケー、それで35,000、もう6,000、いいね、38,000。よし、案内所行こうぜ。いいな。はい、案内所。何しようかな。ショッピングまず。うん。あ、任天堂スイッチ売ってるわ。バルメガネいらんな。かわいいなこの靴。別に欲しいのないね。 ATM にじゃあお金預けようかな。もうちょいでローン払えそうだな。いくらぐらい、とりあえず先全部入れて、もうちょいや。あと1万何本ぐらいか、何千ぐらい、2000ぐらい出しとこうか。じゃ手持ちで OK。 よし、じゃあ住民の挨拶しようかな。夜やけど、住民はどこに埋蔵金もらってくよん。埋めるよん。お、ウェイジー外出とるね。お、呼ばれましたね。あ、ごめん。なんでこっち、ごめん。なんですか。よし、今日はオイラが新しいリアクションを教えてやるぞ。ガーンっていうのはどうだ。ほら、こんな感じで。張り切って筋トレしたのにあまり筋肉痛にならなかった時とかに使えるぞ。ありがとうね、ハムスケ毎回。びっくりした。ありがとうね、ハムスケ。紙があった、貼ってよう。誰からのだ。これを手にした幸運なあんたへ。この前実家に帰った時、昔の絵日記を読み返してたらこんな DIY アイデアを広めたんだ。このカードにレシピをつけておいたから作れるかどうか試してごらんよ。あなたならきっと作れるはずさ。手先の器用な火の子。あ、火の子、あの鳥の子やね。は、待って、葉っぱの傘って。ですよねー。リブラにあげよう。いらんわ。持っとったー。ほい。あげる。あれやん、結構最初の方にウェンディーに教えてもらったんや。ウェンディー。よし、じゃあ新しく引っ越してきた、ま、あ、ボーン、ボーン、わい、元気。今日フィクトスタートは平和だね。あー、ミカ。じゃあここかな、マールンチ。お邪魔しまーす。女の子、この子。ハロー。私、今日ここに引っ越してきたマールと申します。またリブラ、またリブラ。あなたのことはアケリアスさんと呼ばせていただきますね。今日は日本時でバタバタしていますが、どうぞよろしくお願いしますにゃ。あれだね、丁寧語の子かな。丁寧だね、言葉遣いが。またリブラ。よっしゃ、じゃあここマール済ましたから、あと何人、あと3人か。あれ、あと2人だ。じゃあブーケに。お、なんか、やば、部屋かわいすぎ、やば。あ、あれやね、私が作ったやつ置いてくれとる。
やば、ここ、これ欲しいんだけど。なんか2段ベッドのおしゃれやね。あ、なんか作った。あ、ごめんごめんごめん。あ、ケイです。話しかけてくれたったんだ。ごめん、集中してて気づかなかったよ。えへ、何を隠そうとあたいは今積み木ウォールクロックを作っていたところなの。昨日の夜読んでた漫画からアイデアをピコーンと受信してね。それを具現化してる最中ってとこ。あ、アケリアスちゃんも積み木ウォールクロックの作り方知りたかったりする？知りたーい。あたい忘れっぽいからちゃんとメモしてやるんだよね。じゃあはい、レシピどうぞ。ありがとう。結構簡単だと思うし、アケリアスちゃんだったらいい感じに作れると思うよ。あれだね、機械を奪われた。じゃあ覚えよう。ありがとうね。どうなんやろ。あ、かわいいやん。あ、めっちゃ作れるわ。作れる、普通に作れるわ。めっちゃ止まってきたね。作れるやつ、ね、増えてきた。ありがとうね。ごめんね、作業の途中で押しちゃったりして。思いっきりグググググ押してた。よっしゃい。じゃあなんか他にもボトルとかね、砂浜に誰かいそうがいないか見ようかな。こんなしょっちゅういてるわけないか。お、びっくりした。いないね。あとはウェンディを探して話しかけるだけ。住民との挨拶は。ウェンディー、どこ。いなくねえか。あれ、どこ、どこだ。え、家いとらんやろ、だって。砂浜にもいっとらん。どこや。なにこれ。あれか、チューリップか。なんかさ、荒廃してさ、珍しいさ、花のさ、色の子とかさ、出てないの。出てないね。なしが大きく。なしだね、でも地味にできとるくない。ここ植えた記憶ねえもん。だってあれ、ここ植えたっけ。あ、もう覚えてないわ。覚えてないですわ。で、ウェンディがいてない。どこですか。マジでいておらん、うん、あれ、家の中いてないもんね。まあいっか。じゃあ今日は、あ、あこの石先壊しましょう。ではみかん食って、あ、みかんじゃない、オレンジ、オレンジを、オレンジをこう。よし、あ、間違えた。イエー、あ、そうだ、あのね、ちょっと待って、目めっちゃ痒くなってきた。ここの島に公園作ろうと思ってまして、この辺に作りたいと思ってるんですよ。だから今日ちょっとだけ公園作りちょっとやっていこうと思っています。
もうこれからはね、もう住民とかいろいろすることが終わったらちょっと公園作りの方に励んでいこうかな。よし、じゃあまずは私の余った柵を使って、柵を使ってやっていこうか。じゃあ公園の仕切りみたいな作ろう。じゃあ遊具はタイヤの遊具あるから、あ、間違えた間違えた、あ、そうや、ちょっと待って、これを収納して荷物結構ちょっと軽くしよう。じゃあ先にこれ開けて、これ今ね、コンポないから、これも収納して、雑草も収納して、タイヤの遊具使おうか。パブリックベンチ、焚き火もいる、欲しいかな。よし、じゃあ作っていこうかな。タイヤの遊具はね、2つちょっと作っていこう。リメイクしようかな、タイヤの遊具。タイヤの遊具2つともリメイクしよう。じゃあ何色がいいかな。え、公園に何色、黒か、やっぱり黒か。え、でも黒か、黒だな。でもで収納のやつ、あ、これか、取り出してアサリが2個あるわ。こんぐらいか。花もね、いろいろと植えたいんですけど、こんぐらいですかね。じゃあ積み木のね、とりあえず時計欲しいんで、先それ作ってからやっていこうかな。あ、公園って言ったらこれいるか。あれ、いる？いるか、いらんかな、いるかな、まあいっか。とりあえず丸太のベンチはね、いるかな、普通に。これかな、丸太のベンチ、これは普通に欲しいかな。ちょっと待って、何作ろうとしたっけ。ああ、そうだ、積み木作って、ほんまにやばい。で、これでクロック作ろう。あったあったあった、よし、オッケー、作れたね。これリメイクできるかな。リメイクしても普通かな。おー、あー、しない方がいいか。で、積み木のクロック、じゃあよいしょ。ちょっと待って、もうちょっと高く作ろう、つけてるかと思ったら結構近かったわ。じゃあ家具の位置ちょっと変えていこうかな。あれ、ちょっと待って、あ、こうか。あ、上にちょっとつけれんね。この辺がいいかな。よし、んで、あ、主人公の手が届かんみたいな、そんな感じか。よし、 OK。 見えんわ、ギリ見えん、まあいっか。こうしたら見えるし。 OK、 じゃあ早速行こう。よーし、あ、作業台向こう持ってってしようか。じゃあこう高飛び棒で行った方が早いか。ほい、おや、とりあえず今日はひとまず柵つけようか。柵、こういってね、これ見せたらね、ボンチにね、ちょっと突撃しちゃうんだわ、これ。ほんまにあかん、人んちに突撃するのはちょっと、さすがにちっちゃいよねこれね。この辺かな、この辺りからここ行ったら結構でかくなるか。じゃあこの辺から作ろうかな。じゃあこれね、柵とか売っとるか、あ、ちょっと待って、柵いいのあるんじゃないかな、ちょっと見に行こう。
マイルのやつでちょっと公園にぴったりな柵があるかちょっと見に行こうかな。よいしょ。マイル消費されるけど、まあ、いっか。島づくりのためさ。おお、なるほどね。これかわいいね。これにしようかな。縦。これにしようか。じゃあ1000マイルも払わないけんか。よし、交換はもうしないか。よし、じゃあキーとかもあれやね。木とかも切ってそれなりの土地作らんきけんかんね。じゃあとりあえず木を切り落とす。ごめんね。ごめんね。よし、本当に申し訳ねえわ。よいしょ、公園作るためなんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、よし。じゃあタイヤの遊具は先置いとこうか。じゃあ先にね、基本的に大丈夫やねこれ。よし、じゃあまずタイヤの遊具どの辺に立てようかな。奥はね、ベンチとか置きたいね。なんか花壇とか？花壇？ベンチ置きたいね、奥に。じゃあ、この辺り、ガソリン近くでいいかな？下の遊具2個ある。ちょっと置くか。あ、ここ。よし。待って。どうせ。で、これ置く。で、ここにもう一個、隣にもう一個。よいしょ。やって。ちょっと。よし、これで、なんか壊れた、する？あ、壊れたね、ちょっと。二つタイヤの遊具つけて。まだ全然だな。それか、こうしきるかだね。こう、縦にこうしきる。縦にしきた方がいいか。そうだね、先縦にしきろうか。じゃあよし、じゃあもう今回のところはここまでし、あ、作業台も置いとこうかな。作業台も置いといて、石じゃねえ、あ、これでもね、ここだ、素朴な作業台、素朴な作業台ここ置いて、作業いつでもできるようにしてやっていこう。焚き火も置いときたいね、またキャンプファイヤーとかも全然置いときたいし、昼間でキャンプファイヤーはどうなんだって話だけど。よし、こんなもんかな。じゃあ今回はここまでにいたしましょう。今回は住民に話しかけて、あとキニオちゃん来てたね。キニオちゃん来てて、で買い物とかいろいろして、で明日には案内所使えなくなるみたいなんで、明日はじゃあもう本格的にここの公園作り入っていこうかと思っております。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。